皆さんこんにちは、ママアナウンサーの三井よしえです。さあ今私はどこにいるかというと、そう、藤子不二雄先生の石像が立っているこのお寺がある場所といえば、はい、藤子先生の生誕地であります氷見に来ています。なんていうお寺の名前でしたっけ。あ、光禅寺さん、はい光禅寺さんです。笑うセールスマンね、先生の代表的な作品の石像が立ってますね、ずらっと。はい、今日はこの光禅寺さんからすぐこっち側が氷見の商店街になるわけなんですけど、その商店街にあるこの氷見に来たらぜひ食べてもらいたいというものを今から撮影に行きたいと思います。ではレッツゴー。潮風通りずらっと歩いてきて、ここです。島津福寿堂さん、かわいい、これ本当のポスト、忍者服部くんのポストがお店の前にあるこちらのお店です。ホットクリームのもうダーンと店の前にあります。なんかいろいろありそう、ソフトクリームでも。ほら、え、ニスケ丼、ニスケ丼のニスケ丼がすごいこう一押しなんですね。あ、じゃあお邪魔します。素敵。あ、ごめんください、お邪魔します。え、これすっごいいろいろな種類あるんですね。はい、うちのソフトクリーム、美味しい島津のバニラに、はい、甘酒風味のものに、煮つけ丼って言ったらどぶろくの名前なんですけど、ここに書いてある、ここに書いてある、あ、ここに入って、ここに書いてあるどぶろく、はい、富山県で2人どぶろく作りの許可を持ってあれて、うん、それをうちの美味しいバニラに入れてで作ってみたいという、そういう要望がありまして挑戦いたしました。食べてみてください。はい、ありがとうございます。はい、ただに今作ってもらいますから、はい、どうぞお願いします。すいません、こっちのもね、ごめんなさい、ちょっとね、場所がないですね、ちょっとあっという間に、はい、あ、すごい、クリームがあるんですよね、クリームがでかくてね、食べ応えがあって、あ、めっちゃ美味しそう。ちょっとその中に食べてみてください。はい、いただきます。どうぞいただいてください。この一口目がね、酒粕のね、何とも言えない美味しい風味が伝わってきて、思ったよりきますね、どぶろく。そう 1% 未満で言わないんですけど、みんな心配されて、車の運転大丈夫かねなんて言われるけど、そう、すごい来る、結構どぶろく大丈夫だけど、風味がすごいやっぱり感じられて、酒粕の美味しいね、何とも言えない風味が感じられるんです。それです。で、食べた後に うちの後味さっぱりのソフトクリームのバニラが生きてるんで、後味がまたすっきりといい、それです。お母さん最高です。ありがとう、ヒット商品になりましたね。だからね、ちょっと上が秋にね、紫芋っていうのもね、やってるんですよね。あ、季節の味で、はい、ちょっと出してみますね、せっかくだから。これが、まあ、紫芋ちゃんなんだけど、これがね、優しさの味。あ、これは癒される優しさの味。はい、秋のどういう意味かな、あまり甘くなくて大丈夫ですか。いいんです、甘くどくなくていいんですか。こんなに甘く、紫芋だけどなんか結構あっさり、なんか濃厚なのかなと思ったら、そうそうそう、中に入るんであっさり、後味がいいですよ。だからみんなね、紫もいけるわ。いけます。で、これはね、パパ今出したんだけど、あんまりどっちかったらどっちか紫かとは売れるんだけど、ミックスも結局食べてみたいわっていう方は、はい、ちょっと綺麗な白とミックスのコンビ、ちょっと、はい、ミックスですか、かわいいミックスちゃんが迷いますね。またね、すっきりと、チョコかけたチョコサンデーってあるんですよね、これですけど、わ、これがね、一応人気ナンバーワンなんですね。
だからこういうどういうかな、うちのバニラを売りにしてるんで、こういうトッピングかけた、またちょっと工夫した美味しいのもみんなに親しんでいただけたらいいかなと思っています。わかりました。今度これに挑戦していただけたら、ね、はい、人気ナンバーワンの、はい、あのね、抹茶小豆もいいですよ、あふの抹茶と小豆が、はい、合ってる、はい、それはすごい人気、あともう一つ、はい、最近夜町ですごくデビューしたんですけど、はい、クリーム白玉ぜんざいってあるんですよ。だからこの人が考えて、寒天みたいなちょっとシロップのところに、はい、あの白玉がバーッと張って、はい、そこにドワッと小豆があって、はい、そこの上にソフトクリームがバーッとなってる、それがあのね、皆さんね、なんとも言えんわこれって、それをどうぞ食べにしてください。わかりました、それめっちゃ食べて、はい、今回の宿題でまたちょっとお持ち帰って、またぜひ来させてください、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。忙しい中すごい元気になりました。忙しい中来ていただきまして、いえいえいえ、はい、ありがとうございました。またこれを機会に、あの日見に来た時必ずお寄りください。はい、必ず寄ります、はい、ありがとうございます。皆様ぜひ来てください、はい、本当に素敵なお店でした、はい、あの必ず皆さんあの食べに来てください。また待っています。ありがとうございます。ありがとうございました。個人的にいつでもいらしてください。はい、ありがとうございます。カラクリもよかったらまた見てやってください、ね、はい、わかりました、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。